はい、転生大覚醒。はい、しかも生まれてくる子供は全員ミュータントタートルズ。お茶会見です、皆さん。これが俺流です。勝てますか、これに。これカテナチオって呼んでて俺。あれ、ロータスのつぼみ俺破っちゃった。勝手に出てきた。そんなことあるの。マンドラゴなんかいらねえだろ。さあ食らいなさい。見せてみろ、俺のセドレになる。お前の体のすべてを。やめよ、こういうことやってるから喉悪くなる。いくら気持ちいいとはそういうことしちゃダメ。何しとお前ら。 MC ハンマーカンマーなっちゃったけど大丈夫。すごいマブンだ。あ、なんか何こいつ名前。ローレライも生まれてる。あー、花も生まれた。これはとんでもないことが起きている。さあ加藤選手、見せてみろ、俺の聖の霊になる、お前の本当の姿。やさすがにもうこれ我慢できませんでした僕は。今の一連の流れは俺の海面体を刺激するには十分すぎるものだった。ただちょっと花増えすぎて MC ハンマー2匹しかいない。ああ、いっぱいいるわ。この花が強いんだぞ、覚えとけよ。ああ、水かけ幼児も増えてきたぞ。こんなん絶対負けねえだろ。おい、どうするんだ、見せてみろよ。なあ、これどうなる？ねえ、どうなるんや。あ、なる。ねえ、加藤純一式エンドレスエイトやっていい？こうめんどくせえ時にやるやつ。終わった。そういう時は加藤純一式エンドレスエイト回にするわ。回って言っても回言うたじゃねえからな。もう足んないじゃん毎回。しかも1マスじゃ子供産ませらんない。全問のトラ、肛門の回言うたでいくか。必殺技。